被災地ですでに活動している県内の団体もあります。震度6強を観測した石川県珠洲市では、佐賀市の災害支援団体が支援物資の調達などを行っています。今も現地にいるスタッフに被災地の今を聞きました。どこか痛いところあります？足や、あと挟んだりさ、カウトルガです、肩と、はい、ちょっと応援し呼びます。生存者発見、担架欲しい、あと道具が欲しい。これは能登半島地震の発災直後に撮影された石川県珠洲市の映像。倒壊した家屋で住人が下敷きになっています。対応に当たっているのは佐賀市の災害支援団体です。最初の1週間は、命を多分救うという活動がメインだったと思います。ようやく、今命をつなぐというか、生活する、という支援の段階にきっとなっていると思っています。物資の調達や捜索救助などを行う災害支援団体シビックフォース、現在スタッフ3人が被災地へ派遣されています。このうち田上拓馬さんは能登半島の先端にある石川県珠洲市の避難所へ全国から寄せられた支援物資を届けています。発災から間もなく2週間、長期化する避難生活によって被災者の健康状態を懸念しているといいます。調理がちゃんとできない環境だったりするので、ビタミン不足であったりだとかっていうのは懸念されていて、もう物量はあるんですけど、種類がないとか栄養が偏っているっていうのはあります。で衣類とか、銃はもうまだ全然好きです。なので衣食住は、揃ってないですね。石川県によりますと、昨日時点で珠洲市では98人が死亡、けが人は145人に上っています。一方、家屋の被害は多数として、いまだ全容が把握できていません。家潰れちゃってるんですよね。 でも沿岸部で津波で家やられた人はもっとひどいからとか、うちよりひどいとこたくさんあるからっていうので、我慢しちゃうって言ったら変なんですけど、だから大丈夫だよみたいな言うんですよね。でも普通に考えたらそんなことないじゃないですか。いや、素直にちゃんと、しんどいなって、言える環境になってほしいなと思ってます。佐賀の支援団体シビックフォースは、今後もこの石川県珠洲市を中心に物資の支援や避難所のサポートを行う予定で、長期的な支援活動を行っていくということです。